松酔いという言葉にはいろいろ意味があってね。松酔いは、陰暦、8月14日の夜を指す言葉だと言われているんだよ。だから、この松酔い村では毎年8月14日の夜に、村祭りをやっているんだ。うん、まあ、細かいことを言えば、陰暦8月14日っていうのは9月の中頃の、なんだけどね。9月に入ると夜が短くなってしまうだろ。村祭りの日に死者が戻るなら、できるだけ長い時間一緒にいたいじゃないか。そんな思いを込めて、この村では、真夏の8月14日に祭りをやることにしたってわけだよ。スピーチしてる。ゴルフ場建設断固反対、花いっぱい運動推進作品だちゃんかい。お、この先展望か？展望台。じゃあここでセーブ一旦してみようか。してから行こう。一番ね。はい。はい。OK、行きましょう。誰もいない。喉乾いたな。お金持ってないんだろうな。買えないってことは。何も？お、あ、そっか、広いんだ、展望台。お？謎解き、ありそう。謎解き。あ、天狗だ。豪華だな。こんな人おったよ。今どっちが言った？どっちが言った？ちなみに。天狗が言う。天狗が言ったの。今のは、天狗？追いかけよう。ちゃうんかい。追いかけんのかい。わあ、めっちゃ綺麗。誰もいない。この世界で俺だけ。金が鳴った。レクイエムの金だ。0時ちょうど。もうそんな時間か。それから僕は展望台に佇み、手紙の主を待ち続けた。しかし、展望台には誰一人現れることなく、ただ時間だけが過ぎていった。バッドエンド。ナナミンの死についてわからないことがある。え、バッドエンド言った。ナナミンの遺体はなぜ湖から発見されたのだろうか。湖は村の外れにある。何か用事でもなければわざわざ行かない場所だ。あの日、ナナミンはなぜ湖に行ったんだろう。そもそも、ナナミンは自分で湖に行ったんだろうか。考えれば考えるほど新しい疑問が湧いてくる。僕の家に届いたこの手紙も、やはりいたずらだったんだろうか。一体誰が何のためにこんなことを。あ、びっくりした。あ、バッドエンドで行くんかと思った。え？え？そろそろ朝日が昇る。祭りが終わる時間だ。結局、展望台には誰も現れず、何一つわからないまま、新たな一日が始まろうとしている。僕は展望台から身を乗り出し、改めて景色を眺めてみた。田舎の夜は暗い。近くにあるはずの山々も光がないせいで全然見えない。ああ、そうか。光がないんだ。今の僕には光がない。僕は暗い夜の中にいて。先を照らす光を見つけられないまま、辛い記憶や思い出から手探りで逃げ回っているだけ。このままじゃダメだ。僕は拳を固く握りしめた。知る必要がある。ナナミンの死に囚われた僕が、ここから前に進むには、ナナミンの死について知る必要がある。間もなく登り始めるであろう朝日を待ちながら、僕は強く願った。真実を知りたい。たとえそれがどんなに僕を打ちのめしても。あ、朝になった？なりましたね。はい、というわけで彼女は最後にそういった謎は深まるばかりでしたね。なんかそれ前も聞いたな。前もバッドエンドだった時聞いたな。謎しか残ってないで。違うところでセーブしといてください。ツイートはしないでください。2番でいいですか？2番でいいです。
序章クリア。あれ？続けて次の章をプレイしますか。あ、バッドエンドじゃないんだ。え？待って、天狗追いかけるパターンなかったっけ？あると思うよ、絶対。まあ、プレイしましょうか。どうぞ。相馬くんが選んだ、この道を行きましょう。目を覚ますと僕は自分の部屋にいた。展望台からどうやって帰ったのか全く覚えていないが、きっとぼんやりしていたんだろう。慎太郎。なるほど。いつまで、もう言う方よ。なるほど。なるほど。東京に出て。ロードしませんか？ロードしますか？また？いや、でもこれ、ロードしても一緒な気がするな。うん、変わってるもん、ほら。変わってる、変わってる。お祭りの夜、展望台で待っています。うん、うん、この辺は一緒だな。多分変わる、変わる、変わる、変わる。同じだ。同じ手紙がまた届いた。一体どうして？そう、青字が変わってるやつだ。ああ。ああ、ループしてる。だから今夜は。さっきから読んでないやつを飛ばしてるよ、そうなの。本当に？うん、飛ばしてる、飛ばしてる。祭りは昨日だったでしょ？何言ってるの？東京に行ってる間にお祭りの日も忘れちゃったの？だったらなおさら行ってきたらいいわ。久しぶりの村祭り、きっと楽しいわよ。あ、そうそう、慎太郎の誕生日、おめでとう。あんたももう19歳になるのね。時間が経つのは早いものね。お母さん、困っちゃう。母さん。今日は何日なの？え、あんた自分の誕生日忘れちゃったの？さすがにそれはどうかと思うわよ。今日は8月15日だよね。8月14日よ。どういうことだ？村祭りの日も自分の誕生日忘れちゃうだなんて。慎太郎、あんた疲れてるのよ。どうせ一人暮らししてる間いいもの食べてないんでしょ？ダメよ、ちゃんと食べないと。お祭りには出店も出てるから、そこで何か食べるといいわ。気分転換に楽しんでらっしゃい。8月14日の次の日はまとも8月14日だった。僕は自分の身に何が起こったのかわからず、しばし呆然としていた。8月14日が繰り返している。一体なぜ？今夜は村のお祭りの、はい、これは死者を呼び寄せるという歌方祭りの不思議な力なのか。お祭りの夜、展望台で待ってます。それとも死んだナナミンが僕に何かを伝えようとしているのか。調べよう、ナナミンのことを。真実に少しでも近づくために。ナナミンの遺体を最初に見つけたのは一体誰だったんだろう。ナナミンの家族に話を聞いてみるのがいいのかもしれない。僕の2回目の8月14日が始まった。あ、これ正規ルートか。正規ルートだ。ええー、本当にまた祭りをやってる。一体なぜ。慎太郎はループしている時間を記憶した。サブイベント、お願い事について。祭りの最中に様々な人からお願い事をされることがあります。何かお願い事をされているとき、時間がループしてしまうと、お願い事をされる前の状態に戻ってしまいます。ご注意ください。うん、なお、お願い事をクリアすると、実績データに記録されます、うん。実績データに記録されたイベントや、慎太郎の記憶は時間がループしても消えないので、お願い事を引き受けたときは、時間がループする前にクリアしてしまいましょう。ちなみに、お願い事はクリア、一つもクリアしなくてもエンディングを迎えられます。なので、気が向いた時に、聞いてあげるのがおすすめです。うん。ナナミンの家は、村の南の方だったな。行ってみよう。あー、あっこかな？あったね、なんか。誰の家だっけ？慎太郎？なんでお前、久しぶりだな。こっちに帰ってきてたのか。うわあ、そっか、忘れてた。こいつの再会も繰り返すのか。俺だよ、中学の同級生の桜庭だよ。知ってる、さっき見たから。突然なんだけど今、実は、今、同級生みんなで集まろうって言っててさ。
ちょうどよかった。お前も来いよ。え、ちょっと。結局か。はい、ごめん。みんな驚くなよ。わかる？録画したテレビ番組を何度も見ているような気分だった。その後、僕の目の前で、ついさっき見たみんなの自己紹介と全く同じ自己紹介がもう一度繰り広げられた。お、やってくれるのね。うん。そういえば、みんな気づいてないのか？8月14日が繰り返していることを。僕だけ？繰り返しているのは僕だけなのか？わからないことだらけだ。ひとまず今は、ななみんの家に行ってみよう。はーい。じゃあ、ななみんの家向かいましょうか。なんか、はい、下の方に行ったらさ、あったじゃん。入れないところが、その下。それじゃない？だるま？うん、だるまだるま。違うかな？ああ、違うんだ。ここかなと思ったけど違うんか。じゃあ他にあるんかな？お？ひょっとこだわ。あれ？慎太郎？中秋さんのところの慎太郎じゃないか。久しぶりだな。お前、村に全然帰ってこないし、連絡もよこさないんだもの。綾野さんも清志郎も心配してたぞ。そこの家は？誰の家だったか。記憶がないのか。まずはななみんのことについて聞き込みをしよう。ああ、これでもないのか。タップしちゃった。お？お？ななみの家。お母さんおるやん。あら、もしかして慎太郎くん？本当に久しぶりね。おばさんのこと覚えてる？ななみのお母さんよ。そういえば慎太郎くんは今東京で暮らしてるんだってね。都会での生活はいろいろ大変なこともあると思うけど、くじけないで頑張って。今日はわざわざ来てくれてありがとうね。ななみもきっと喜んでるわ。おお。まあ、全部聞けれたんじゃなかったかな？最後に会ったのは ?4 年前の8月13日の朝ね。家族みんなで朝ごはんを食べて、それが最後だったわ。死んだ日何をしてた？あの日はね、朝から炊き出しを作っていたわ。歌方祭りの準備は村中みんなでやるでしょ。だから村の女は集まって村の人たちのご飯を作るのよ。おにぎりとか豚汁とかね。炊き出しは昼食、夕食、夜食の3食分作ったわ。夜食の炊き出しを作り終えて家に帰ってきたら、家ではお父さんが寝てたの。その時ここから2階のななみと周一にも声をかけたんだけど、夜中だったから返事がなくて二人とももう寝てるんだと思って、おばさんも眠ったのよ。そうしたらあんなことになって。慎太郎はななみの母の足取り、8月14日未明の相良家を記憶した。ななみの死について思うこと。あの日あの子がどうして湖で見つかったのか未だにわからないの。警察の人は誤って湖に転落したって言っていたけれど、あの子はなぜ湖に行ったのか、本当に誤って転落したのか、私たち家族もななみについて本当のことを知りたいと思っているわ。今日はお祭りの夜でしょ。ななみが死んじゃったのも祭りの日だった。だから今日なら何か不思議なことが起こって真相がわかるかもしれない。もし慎太郎くんが本当のことを知ることができたら、ぜひ私たちにも教えてね。はい。2階に行ったら、お父さんおるやん。君はそうか、ななみの同級生の。ななみの命日にわざわざ訪ねてきてくれたんだね。ありがとう。私は相良景勝、ななみの父だよ。何か聞きたいことがあるのかい？おー。一緒じゃないかな。8月13日の朝、朝ごはん食べて。うん、朝だったから。ななみが遺体で見つかったのが8月14日の朝だったから、私が最後に会ったのはその前日の朝だ。一緒に朝食を食べたよ。あれが最後になるなんて思っていなかった。残念だよ。遺体発見時刻。死んだ日何をしてた？私はななみと最後に会ってからすぐ歌方祭りの準備に出かけた。
君も知っているだろうが、村を挙げての大きな祭りだから、準備も夜通しやっているんだ。矢倉を組んだり、出店の用意をしたりしているうちに、22時を過ぎていた。結構長い時間あるんね。家に帰ってきたのは23時前だったかな。祭りの準備で疲れ切っていたからすぐに寝てしまって。翌朝、七民の遺体が見つかったと言われて目を覚ましたんだよ。ほう。誰だったんだろう。知ってんのかな。この村にも警察署も消防署もなくて。駐在さんが一人だけだから。あの時は県警からたくさんの刑事さんが来て捜査を進めていた。見たこともないくらいたくさんのパトカーが止まっていてね。村中大騒ぎだったよ。その時、刑事さんに遺体を見つけた人は誰なのかと聞いたんだが、具体的に誰なのかは教えてもらえなかったんだ。結局、事故として処理されてしまったけど、殺人の線もあったからね。肉親とはいえ、私も容疑者の一人だった、ということなんだろう。捜査のことに関しては、村の駐在さんが詳しいんじゃないかな。教えてもらえるかはわからないが、話を聞きに行ってみるといいかもしれないよ。教えてくれないだろう。いくら同級生って言ってもな。真ん中か。2階に弟か誰かいるな。周一、七海の同級生か。俺は周一、七海の兄だ。兄か。俺に何か用があるのか。もう最後に会ったのは一緒ですね。家族4人で朝飯を食べた、うん、その後すぐ出かけた。俺もその日は用事があった。それっきり。湖のほとりにある巌流島っていうラーメン屋。ラーメン屋ね。ほうほう。うん。そこの店長が歌方祭りの日はすごく忙しくなるっていうから仕込みを手伝いに行ってたよ。どんなって別に普通だよ。仲が悪いわけでもなかったし、七海とは部屋も同じだからな。同級生の話もよく聞いてた。七海は同級生と一緒にいるのがすごく楽しかったみたいだからな。だから君のことも知ってるよ。慎太郎くんだろ。それから桜庭くん、九条くん、宮子さん、千鶴さん、みんな七海から話を聞いて知ってるよ。兄弟仲良かったんやね、だったら。じゃあ、駐在所行きましょうか。駐在所。駐在所。真ん中。真ん中だったか。お、中学校あるんだ。こんなちっちゃい村に中学校あるんだ。お、お面とか売ってる。いろいろ売ってんね。くじ引き？お面屋さん。いろんな お面が揃ってます。あんたも一ついかがですか。キツネにひょっとこ、ハンニャにゴリラ。ゴリラ何のお面があって迷っちゃうな。ゴリラの仮面。でもゴリラのお面だけは絶対に嫌だな。なんでこんなもんがあるんだよ。だよな。誰もかぶんねえよな。金魚すくいいかがですか。これ投票くじ引きかな。あたりマッピースピードくじです。一回やっていきますか。やろう。ありがとうございます。それでは抽選スタート。おめでとうございます。大当たり。素晴らしい。あなた今年はハッピー。間違いなしですよ。私が保証します。景品とかはないのか。何もくれへんのかい。お祭りといえばやっぱり金魚すくいだよね。一回やってみようかな。でもうちで買えないしな。人は忘れることによってストレスを解消するらしいぞ。大失敗したこととか悲しいこととか全部忘れちまうことで自分を守るんだとさ。おお、駐在所。おまわりさん。おまわりさん、なんか知ってるでしょ。はい、どうもこんにちは。松江村で駐在やらせてもらってます、小柳と申します。お祭りはいいですね。ポイントアップ。今日とっても楽しい一日になりそうです。テンション高えな、こいつ。4年前の事件について。え、4年前4年前に事故があった、事件があったんですか。どこで、この村でですか。こいつ新米か。僕今年警察学校を卒業してこの村に来たばっかりなので4年前のことは知らないんですよ。
僕の前にいた前任の駐在さんも引き継ぎの時事件のことは何も言ってなかったですね。本当に本当か、なんか片言すぎてなんか怪しいぞ。前任の駐在さんは玄安さんって言うんですよ。この村で30年くらいずーっと駐在を務めているらしいです。余生はこの村で過ごしたいとかで駐在を引退されてからも松代井村に住んでいるはずですよ。あー、どこにあるんだろう。玄あれか、これ玄関の木になるほどに置いてあるお家。あーね、玄安さんすっごく忍者がお好きなんです。玄関で合言葉を言わないと家に入れてくれないので合言葉を覚えていってください。合言葉はひらがなでかえるあしたです。玄安さんが松代と言ったらかえるあしたと答えてください。合言葉、ね、どういうことやねじゃあだるまのお家行こうか。変わってんな、あれ玄関に置いてるサイズってことは相当でかいよな。あれ、あ違った、下やんな。玄関だからあれやんか、あのタヌキの置物ぐらいぐらいあるよな。まあ強い。明日。はい。完了。よし、通れ。レスポンス早かったな。ずーっと家におるんかな。忍者屋敷の壁にはスリリズ抜けるロマンあり。え？なんか仕掛けでもあんのかな。ああ、その辺だろうな、絶対。絶対。わかりやす。よく来たね。わしが玄安じゃ。合言葉？ああ、松酔いと帰る明日のことだね。これはわしの好きな和歌の一節なんだよ。あ、そうなんだ。和歌なんだ。昔、ある歌人がこんな質問を受けた。愛しい人の訪れを待っている夜と、愛しい人が帰っていく朝ではどちらが切ないと思いますか。そう聞かれた歌人はこんな和歌を詠んだんじゃ。松酔いの吹けゆく鐘の声聞けば帰る明日のとカラスかや鳥 鳥はものかは何言うとんねんこいつ。愛しい人を待って夜が更けていく中、鐘の音がしみじみと響く切なさに比べると、朝の別れの時聞こえる鳥の声など大した悲しさではない。恋人を待つ酔いの方が辛い。これはそういう意味の和歌なんじゃよ。レクイエム、レクイエムゴーンね。4年前。ああ、湖から女性との、遺体が見つかったあの事件じゃな。忘れもせんよ。よーく覚えとる。謎が多い事件じゃったからな。とはいえ、主な捜査は県警の刑事がやっとったから詳しいことはわからん。わしがわかるのは被害者死亡推定時刻と第一発見者のことぐらいじゃ。おー、その第一発見者だよな。死亡推定時刻、被害者、相良七民が死亡したのは8月13日の夜。うん。死亡推定時刻はだいたい20時から23時の間。それが警察の見解じゃった。めっちゃペラペラ喋る。新太郎は七民の死亡推定時刻を記憶した。そんなペラペラ喋っていいもんなの？ダメでしょ。第一発見者、遺体が発見されたのは8月14日の早朝じゃった。第一発見者は湖のほとりにあるラーメン屋巌流島の店長じゃ。遺体発見時の状況を詳しく聞きたいのなら巌流島を訪ねてみるといい。おー、はあ、なるほどね。めっちゃ口軽い、このジジイ。そうか。それじゃあ、少しだけジジイの戯言に付き合ってくれんか。わしは随分前にばあさんを亡くしてな。今宵は祭りの夜じゃろう。もしかしたらばあさんが戻ってきて、この村に来てやしないかと。淡い期待をしとるんじゃ。やっぱり、一人は寂しいものな。だから、君のような若者が訪ねてきてくれて嬉しかったよ。ありがとうな。どうして今になって4年も前の事件を調べているのかわからんが、君の望むものが見つかることを祈っておるよ。じゃあ次はラーメン屋か。とりあえずこの辺でセーブ。おお。え、ここで？え？金の音、もう0時か。なるほど。これでもう一回ループして、おあれだろう。別のところに行くような